や、ね、ちょっと見延選手に分があるかなと思いますけど、練習では結構いろいろ技試したりするらしいんで、勝ったり負けたりらしいです。ただ練習とでやるのと、このこういったところで試合というふうにやるのとも全然違いますか？違いますね。なんか普段つくポイントもたまにつかなかったりしますし、うん、その辺で焦りとかが出てくるんじゃないかなと思います。なるほど、試合ならではで。さあここは今現在2-1、駒田がリードしています。立ち上がりの両選手どういうふうに見えてますか？そうですね、今はまだ1セット目ということで、ちょっと様子見ながらやってるのかなっていうのは見延選手から伝わってきますし、駒田選手はなんか点が欲しそうな動きかなという感じです。まだ状況を判断しようとしている左側の見延、そしてもう最初からポイントを取りに行くぞという